て次は、東京を流れます荒川、下へ下れば隅田川、さらに下れば大川になりますが、ここの、船歌をお聞きいただこうと思います。で、荒川の流れっていうのは一本ですけども、川の流域によって、お江戸の人たちは名前を変えて呼んできました。国道4号線が今渡ってます日光街道、ここの橋があります、千住の大橋で、これより上流を、荒川と呼んで、で、まあ、今厳密には岩淵の水門を区切りに使ってますが、江戸っ子の方は千住大橋が区切りだったようです。で、それから東橋まで、浅草の雷門の前の通り、これが隅田川にかかるあたりなんですが、ここまでが千住大橋から、を隅田川と。で、東橋からあと、川の最後の橋であります永代橋で、その後にできたのは後から追加したものですから、江戸の人たちは橋のうちに入れてませんが、この永代までを、これを大川と呼ぶんです。ですから、あの明治時代の大川端というのは、隅田川ではないんで、もう少し下流だという意味で大川端になります。で、そのさらに下流になるというか、南の方に佃島、あの佃煮の島、あの佃島があって東京湾になるわけですが、では永代橋から南はって言ったら、品川までが港です。港っていうのは江戸湾の港という意味です。ですから、あの港の西側が、あの現在ですと新橋の横に汐留というところがありますし、芝浦、裏がちゃんとついてますし、高浜という浜もついてますし、で、その南方が品川、東海道最初の宿品川ということになるわけですが、面白いもんで、あの品川の駅というのは、余計なことになりますが、品川区にはないんです。あれは品川の駅があるのは港区なんです。で、品川っていうのは実は川の名前でもって、で、品川っていう川が流れてるところが品川区で、まあ東京、あの厳密に言いますと、なかなかあの面白いことがいろいろあるんですが、で、船歌にこの話を戻しますと、荒川水系の荒川隅田川大川、それから利根川水系の綾瀬川中川、それから江戸川、別にあの高瀬舟はどの川をあの漕ぐときはどの歌を歌わなきゃいけないなんて決まりがあるわけじゃございませんから、まあ、そういう意味では船頭さんは川が変わっても同じ歌を歌うわけなんで、そういう意味ではあの荒川も隅田川も大川も、あるいは、中川、綾瀬川、江戸川、みんな共通の歌になるわけです。で、そこで歌われてたあの船歌は2種類ありまして、一つは追い分けて呼ばれます、まあ、先ほど聞いていただきました、そうですね、北上川の船歌、あれに近い感じの縁やらや、これが1種類と、それからこれからお聞きいただきます千住節という、日光街道最初の宿場千住、ここの飯盛り女たちが酒の席で三味線に合わせて歌ってました千住節、それをこの船歌に仕立てたもの、これとの2種類が歌われてたようです。で、私があの東京の、 あの船頭さんの生き残りがまだあの健在でいらっしゃると教わって、訪ねていった相手は宇田川鹿蔵さんという方、明治26年まででしたが、常磐線の北千住の駅から大谷田病院行きのバスの終点まで行って、でここで終点で降りると、すぐ前が中川で、この中川にこの飯塚橋という橋がかかってて、この橋を渡ったらその先は葛飾区の水本猿町、なんで猿町なんていうお猿さんの名前がついてるのか、まあ、なんとも面白い地名のところだったんですが、そこに宇田川、鹿蔵さんは住んでらっしゃって、でこの方から録音を取らせてもらったのが昭和38年の4月の22日でした。私25で、もうそれもからもう40年前の話になっちゃうんですが、ではその千住節での荒川の、船頭歌、船歌です。千住じゃろうしゅこらいかりかもやか登り
下りの振り止める。荒川中川表川中で綾取る綾瀬川へ、さあ千住出て帰ろ、蔵町の山では竿もろかずも手につかぬ、さあ行こうかいたえばえし、こら帰ろうかまえばし、行って怒りぬ戸田の橋、十九手は差しろか朝しようどころかよ下がるぜ。宇田川鹿蔵さんの、千住節を船歌に仕立てたものなんですが、まあこの船頭さんには随分いろいろと面白い話を伺いました。全部言ってたらそれこそ何時間かかるか分かりませんから、一つ二つご紹介しますと、荒川を下ってきますと、別にこの荒川高瀬舟だけじゃなくて筏乗りさんも同じ川を利用しているわけです。で、今私が住んでます青梅の方の、北側の方、こちらの方では埼玉県の名栗川を利用しまして、 西川材という、杉の丸太、これをいかだに組んで、で名栗川からそれから荒川へと出てきて、最後隅田川を下って木場まで運ぶわけなんですが、このいかだ乗りさんたちもいかだ乗り歌っていうのは実はその千住節を仕立て直して歌ってるもんですから、そうすると隅田川下ってくると高瀬舟といかだ乗りさんのいかだとが並ぶと、いかだ乗りと船頭とが恋比べで千住節のこの歌比べをするんだそうです。でやっぱり勝った負けたがどうしても日本人は好きですから、そうするとそこにもう一つこのもう一人面白い人たちが加わるんです。千住大橋の上で千住の宿場のお女郎さんたちが歌のうまい方は今晩タダで泊めてあげるかなんて言うんで、それからあとまた筏乗りさんと船頭さんとでまあ張り合って、まあずっと下流まで、まあ、歌い続けて下ってったなんて、そんな話をしてましたけども、まあそれももう随分昔の話になります。もうほぼ100年前の話ですが、今そうですね、40数年前の録音テープを引っ張り出して文字に、お江戸が開封400年というから文字にしてみたりしてるんですけども、なんだか当時歩いてた私自身のが浦島太郎みたいになってきてしまってます。